おはようございます。銀座に来ました。今日はあの私の友人の、奥田シェフの、山形三段寺、ここで、奥田シェフ理論のパスタの作り方を、いろいろと聞いてみたいなと思います。私もパスタ得意なんですけども、彼はまたちょっと違ったね、面白い茹で方混ぜ方をやるんですよね。そういうことをご紹介したいなと思いまして、では行ってみましょう。ここですよね。ここは奥田さん。あの、久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。ありがとうございました。なんかいろいろ楽しく、はい、もう奥田理論をね、はい、奥田理論を俺を理解するのに20年ぐらいかかってるね。やってから、はい、いやでもね、話聞いてて面白いし、はい、それをあの視聴者の方々に、はい、あの見てもらいたいなと思って、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はあの来て、はい、一応これで、ね、うん、3回分撮るんですね。はい、そうです。はい、わ、はい、かりました。はい、まあ、言われる通りやります。3回分、いやいやいや、あの何でも好きなように思うように言ってください。よく彼と旅行してるんですよ、お客さんに、はい、お客さんと行くツアーって、はい、山形県であったり瀬戸内であったり、うん、まあ、詳しいことはこの後に、はい、彼との出会いの話も入れていただきます。はい、ではあの私もちょっと着替えてきますね。はい、よろしくよろしくお願いします。奥田さん、はい、今日はこの本も、ね、はい、出たんですよね、12月、はい、やっと、まあ、4、5年越しに。いやもうだって俺知ってたもん、ずっとなんかどこ行くにしても一緒にツアー行ってもさ、カバンを重いの持って、あれずっと何やってんのって、本パスタ茹での本を作るってことと、はい、これなんか元々スタッフに伝えるために始めたんでしょ。あの弟子にいくら言ってもこう理解できないんで、じゃあ文字に起こしてってこういっぱい書いてったら、うん、だんだん溜まってってそれを本にしようっていう話に、なんかこう見た方がなって。いやでもさ、今回も読ませてもらったけども、はいはい、奥田さんの頭の中ってどうなってるのかなって毎回思うのね、これ本当に。前の地方、再生のレシピ、はいはい、それとあの食の、はい、食の、はい、食べ物時間、うん、食べ物時間、はい、あの本も素晴らしかったよね。はい、おかげさまで、ね、世界一になって。多分料理人でこういう本を書ける人って世界中探してもいないですよ。はい、ということでですね、今回この茹で論、はい、パッと見ただけで、あの普通引っかからないよね。例えばイタリアンのとか簡単なパスタとか、うんうん、なんかそういうキーワードが入ってない、はい、このテーマでまた一冊、はい、素晴らしいものを作って、はい、でその中の、基本的な、はい、茹で論、はい、それから混ぜ論、混ぜ論、はい、これを3回にわたって、はい、皆さんに見ていただこうと思います。はい、これあのイタリア料理をやってる人、それだけじゃなくて、パスタに興味のある人、これは絶対必見ですよ。あの奥田さんしか考えつかない、思いつかない理論で、しかも1回ね、うん、私この本の中にもありますけども、そう、東京ガスの料理講習、はい、講習会で、奥田さんがやると、で一番内緒で申し込みをしてで参加して、一生徒としてエプロンつけて見てたんですよ。はい、でその時にまあ話を聞いて、で実際今日作ってもらうアーリオリオペペロンチーノ、はい、これ味見させてもらった時に、あこれか、うん、奥田理論が言ってることはこんなことがあるんだ、はい、普通アーリオリオペペロンチーノをやるとね、みんな炎上するんですよ、はい、YouTube でいろんなやり方があって入荷してないとかね、そういう人が出てくるらしいんだけども、はいはい、この奥田理論のアーリオリオペペロンチーノは絶対炎上しないですよ、はい、というか実際作って食べてみて、はい、で納得してもらってほしいなということです。はい、今まで、うん、はい、今まで730回いろんなところであの対決数えてるんですよ。本当にそう730回、令和の弁慶さんを目指して、うん、専門狩り目指してるんで刀の、で一応これで戦勝するとこまでやろうとしてまして、あなるほど、今738戦無敗なんですよ。いや私はまだ対戦したくないですね。じゃあ、お願いします。はい、はい、お願いします。
まずこれなんで思いついたかっていうと、はい、前農家レストランに行った時、うん、農家レストランで料理長やってた時にガス代が家庭用の3つだったんですよ、うん、で火がちょろちょろだったので、ちょっと待って、農家レストランっていうのは東京から帰って、はい、東京から帰って山形で、うん、山形で、はい、農家レストランやって、まあ、車が、最初にシェフやったんじゃない、最初にシェフやったのがホテルでシェフをやって、うん、実は25歳でやって、うん、でその後農家レストランに大きい組織なんで、我々が知り合ったのは奥田さんが24歳東京の時、そうですそうです、でその後ですね、その後、はい、はい、日高シェフのところに研修行った後に行って、鶴岡、山形県の鶴岡市でホテルで、やっててシェフやって、うん、でその後にホテルの料理よりはなるべくこう取ったものを、育てたものを作りたかったんで農家レストランで料理長やったんです、はい、でその時農家レストラン、そこもともとカレーとかのお店だったので、うん、そこをイタリアに変えましょうって言ったので、うん、家庭用 の, ガス代だったんですよ、うんうん、でハウスは立派なのがあるんですけど、うん、家庭用のガス代だったので、パスタをこう茹でてたら火力が弱いので、うん、300g ぐらい入れるともう火が弱くなってたんです、うん、でその時あまり頭良くなかったんで、こう塩入れるともう一回こう再沸騰するんで、うん、塩をいっぱい入れていけば沸点が上がるんだなと思ってたんです、うんうんうん、でそれで入れてったら麺がツルツルするってことが分かって、うんうん、はい、でそこからただしょっぱいので、うん、ゆすぐっていう方法にたどり着いたんです。あ、ただその時3つだったんで、うん、入れて、3人前ぐらい入る、3人前ぐらい入れて、でこうやってやったらこれを下げて、これをこの湯すぎの方をやってる間にミートソースと他の鍋やって、でだから分けて、また出したらまたこのあれを揚げてっつって1日実はフィンズスクワット120回ぐらいやってたんですよ。なんで今体力があるんですよ、これすんごかったんですよ。でそれで生まれた、そっから生まれてった茹で方で、これやるとものすごく麺がつるっとなって、でさらに塩の力で 2.7% 入れるとつるっと海苔状にならないんです、うんうんうん、でこのやはり液体の方に水の方に、比重が強くなるので、うん、コシが出るんです、うん、でつるっぷりポンっていう、うん、つるっとしてプリッとしてポンっていう食感になります。奥田表現ですね。なるほど。今から入れるんですか。はい、これね 2.5% を超えるとこのパスタが、うん、結構入りましたね、はい、海水がそれぐらいでしょ。海水がそうです、はいはい、でここにパスタを入れます、はい、で入れていきます。一応これ僕タイマー使わないんですが、うん、毎日お風呂に60秒潜ってます。潜ってる、はい、そうすると60秒っていう時間が僕の体に刻み込まれてるので、あ、なるほど。実はタイマーやった時に、例えばこうパスタやってる時にこうやってタイマーがあると、こうやってこうやってそこでピピ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 ってなると、また止めてまたっていう作業が、この1日120人ぐらい来るところでは大変なことになっちゃうんですよ。こうやって止めたりとか、で大体みんなそのままパスタやる人でパンクしてったり精神異常になってやめてく人が今まで言いませんでした。みんなちっちゃくピッてかなって、うちだとそうな、今日は田舎なんで120人ぐらい来ちゃうんで、うん、ランチタイムそれをこうやってて、うん、タイムをしててこうやってやってるともうわけわかんなくなっちゃうんで、うん、毎日お風呂に60秒潜ると、うん、人間タイマーがセットされるっていう、うん、はい、もうすごく有名な人なんですけども、まだあんまり知らない方、はい、びっくりしないでね、いろんなことをね、わかんないことは聞き流してって、でもだん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 ね、うん、奥田政幸っていう人間のね魅力が見えてきますから。じゃあアーリオオリオペペロンチーノをつけてます、はい、全部、オリーブオイル入れます。そう、止まったらここで乗ったらこうやってピッて止めて、うん、でまた次の入れたらピッてやんなきゃいけないんですよ。この時間がもったいないの。120人、これが積もり積もって何本もなるので、これはもう使わないために毎日お風呂に60秒潜る、はい、ではアーリオオリオペペロンチーノを作ります、はい、ニンニクです。これこうよく剥いてニンニクの芯を取って、でこうやってみんなは潰すんですが、イタリア人ってまな板使わないじゃないですか、うん、なので潰すんだってことが分かったんですよ、うん、なのでニンニクのことを最大限生かそうとしたら厚切りするんです。
ただあのニンニクっていうのは辛いので、あのゆっくり加熱しないとあのアリシンという辛みが甘みに変わらないんですって。なので厚切りしてやった方がニンニクの表面積が多くなるので、潰すより、うん、なのでこっちの方が1個あたりのニンニクのことを有効に使える。あ、で日本人は必ずまな板文化なので、うん、あの和食とかなので必ずあのまな板があるので、こうやって刻んでやった方がニンニク1個分の表面積が増えるから、ゆっくり加熱してっても甘みが出るっていう、厚切りすることに、うん、そういう考えです。なるほど、はい、普通そこまで考えないよね。はい、うん、なんで潰すんだろうって考えて、うん、はい、うん、っていうとこの方が今あの昔はニンニク安かったんですけど今高いじゃないですか、うんうんうん、高くなったんでこの方がいいっていう考え方です。最大限に活かせる、はい、でこうやってゆっくりとやっていきます。そうなんですよ。このポイントってありますか、ニンニクこう。やはりこう火を通す時の冷たいところから一緒にあの火をつける前にオイル入れて冷たいところからゆっくり上げてって、うん、大体あのオイルが80度ぐらいになるとあのニンニクの成分がオイルにこう出始める、うん、でそのままゆっくり加熱してって、うん、ニンニクにある辛みを甘みに変えていくっていう、うんうん、あと音だけよく聞いてます、うん、あの必ず料理やるときに五感全部使うので、うん、目で見て耳で聞いて触って味見して、うん、あと香り嗅いでなので、うん、あの音だけ聞いてます。この人六感まであるからね、はい、第六感はあれですよ、みんなの見えないとこが見えると第六感、六感がすごいというあとこうスル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 って音聞こえると水分があるっていう、で音がしてなくなると水分抜けましたよっていう音で、はい、っていうのでやってました、はい、でこれ実はこのやり方あのイタリアの、 あの名前は言えないですけど世界ナンバーワンの大きいパスタ会社でこれやってます。バリアです。はいいいです、私の YouTube で、ね、はい、だから420人の世界の幹部の前でやったらみんなびっくりして、でえー、って言って、でその次の日商品開発部に行ってこれで食べ比べさせたらみんなやべえぞって、で後ろにいた女性の人があなた本当にこれ大変なことよとかってやべえぞって言って、こっちの人がそんなことあるわけね、あるわけね、あれだあれだ、俺の方があれだって言ってこうやってたっていう写真がちゃんと残ってます。うん、いや俺これ本当のことなんですよ。あの奥田さんが言うとちょっと冗談っぽくなりますけども、まあ、それほどあのなんていうのか常識ってみんな思ってますけども、常識覆された時にみんな驚いちゃうのね、まあ、それがこの奥田の茹で論にあります。はい、はい、でこう大体茶色くなってきたらここで使うのがこのこれです。はい、はい、でニンニクの香りが移ったのをこう、はい、大体これ潰した時もこのぐらいなんですが、ここで次が唐辛子です。唐辛子入れる時はこう鮮明な色になったら、これよくあの唐辛子で火入れすぎるとすごい辛くなるので、ポッと入れて、うん、鮮明な綺麗な赤が出たらもうここで通します。はい、はい、まあ、これちょっと驚き、まあ、私はその東京ガスの講習会で、まあ、あの時はガラスのボールだったよね、はい、うん、覚えてますけども、やって見たから驚かないんですけども、はい、ちょっと一瞬疑問には思いますよね。はい、そうそう、パッてパッて、でまあよくこう止めるんですが、あのこの茹で汁で止めたりするんですが、止めるとニンニクと唐辛子の味が水分入れるので伸びちゃうっていう、うん、なんでそうすると味が薄くなっちゃうっていう考え方です、うん、はい、でここに香り出すために今度オイルにパセリをあげちゃう。これってあのオイルがすごくあのフレーバー良くなるんですよね、ハーブのね。はい、でここに自分の好みのエクストラバージンオリーブオイルを入れます。入れてモナコで王室で使ってるんですか。そうですそうです、モナコ王室これ。まあ、今はなかなか乗ることないと思うんですけど、うん、アリタリアに乗ると機内紙に僕と一緒に乗ってます、うん、はい、ね、これを見ると奥田さん思い出すこれ、ね、ネットで買いますかね、今は。ネットで、そうです、ネットで買います、はい、であとこれをで味見して、唐辛子も、うん、ニンニクの香りも移ってると、このボウルに入れちゃうんですよ、う
90度を超えるとパスタの表面ってこう口がこうこうなってるなってるのがソースが90度を超えるとパッて開いてここのところからでんぷんがポーンって出てくるんですよ、うん、こう毛穴が開くようなお風呂に入った時に自分の毛穴が開くような感じででんぷんが出てきます。でそいつをこうやってパスタをこう煽るとそのでんぷんと出てきたでんぷんに麺と麺が擦れ合ってででんぷんがさらに出てオイルとでんぷんに混ぜるからどうなるかっていうとフレンチで言うと油分プラスでんぷんプラス熱でルーになっちゃうんですよ、うんうん、あのよくベシャメルかく時のそうすると味が鈍化していくんです、うん、唐辛子とかニンニクの味が鈍化する、うん、鈍くなるので実は90度以下にします、うんうん、で90度以下にするとパスタの表面はここ閉まったままなのであの水に入った時の感じで毛穴が閉まるんですよ、うん、なのでそうやって、90度以下にします、うん、まあ、ちょっと今言葉だけだと難しいんですけどもそういうことがねあの細かくここに書いてます。ゆで論のとこだけ、うん書いてます細かく書いてますね。はい書いてます、はい、これ岡田さんの書いた絵いや、これ小倉さんといって旅の皆さん見てる旅の指差し手帳を書いてる人。あそうですか。すごい分かりやすい絵の解説とともに、はい、その理論が書いてますので興味ある人はぜひ、はいはい、そしてでそしたら今度パスタが茹で上がります。はいそしたら味見します。ちょっと一本ですか。はい。かなりしょっぱいです。しょっぱいんですよね、これ。うん。かなりしょっぱい。かなりしょっぱい。ところがこちらには塩味は入ってません。これを真お湯でちょうどいいとこまで揺すぐんです。この揺すぎ方もソースによってあの揺すぐ時間が違うみたいですね。そうです。これミートソースだと塩がいっぱい入ってるのでもう40秒ぐらいここにつけておきます、うん、また食べてください。はい、これ今何秒ですか。これね今ちょっと長めにいきました。うんかなり落ちますね、はい、かなり落ちるんです。で自分であこれとちょうどいいものに、うん、いいぐらいの塩分にやってよく水気切ってでここに入れます。そしたらここで普通はみんなここで塩分がないからこの塩分あの油って油に塩は溶けづらいので水に溶けた塩分入れて乳化させるんですよ。ここでじゃなくてもうしょっぱいすでに塩味の残ってるパスタを入れて、うん、美味しいって思う塩分のパスタになったので、うん、ここで混ぜないようにほんとこれで完成です。そうだよね、これ混ぜすぎないんですよね。これがあの初め見た時にえそれで大丈夫って感じがしたんですけども。そうなんですよ。これでところがこれでね負けないんですよ。今までどんなプロの方とやっても負けてないんです。やって最後ここのさっきのニンニクをやってアリオーリオペペロンチーノの完成です。素晴らしい、ありがとうございます。これでまだ無敗です。日高シェフは怖いので対戦しません。はい、いいですか味見しちゃって。はい、すいません。マスク外します。いや前ねこれ食べさせてもらってちょっと時間経ってから食べたじゃない、はい、あの出来たても来たけども、はい、あの教団に行って、うんそうですね、で食べた時に、はい、あの伸びてないんですよね。はい、そうです。あの要はアリオーリオあの90度以上で乳化させるので毛穴が開いて実はここの中に入れた茹で汁をパスタが吸っちゃうんですよ。でもこのやり方はあの90度以下なので毛穴が閉まってるので伸びないんです。パスタが伸びません、うん、今食べた状態を結構時間保てるという。はい、そうです、そうです。なんでまあずっとしばらく置いといて もうこのままパスタの毛穴がこう開かないで閉まってるのでオイルがコーティングされてるだけっていう。そういうことっていうのは、まあ、体感して分かったんだと思うんですけど、はい、だからその理論がちゃんと言葉で表現できるようになるまで、うん、どうだったんですか。だって穴見えないでしょ。穴見えないです。でも多分あの全然こう食感をこう食べてて毎日やってて
あ、これやっぱりこうやるといいよなって思ったのを、今度不思議だなと思ったのを、うん、まあ、図書館に行ってでんぷんの秘密とかそういうのを全部探して、うん、そこから見ていくとでんぷんの特性とか知っていくと、あ、本当だ本当だって、あの、こう繋がってないのがやっぱり繋がってくってこう、うん、思ってた通りだってなったとこで、ある日、うん、ずっと突き詰めていくと繋がらなくなるんですよ。いや、やっぱり矛盾が出てくるんですよ、うん、あ、違うって。でもそこをさらに突破してって壁抜けると全てが繋がってきて、全部がこういう風になるようになってるってことが分かるんです。いや、あの、奥田シェフのすごいのは、今これは料理だけだったんですけど もう全ての料理において、あの、彼は本当思いつきでやってるのかなと思うんですけども、思いつきからちゃんと理論づけて、あとは結論まで持っていくという、うん、だから本人が納得しないとやっぱり自分で、そうです、人に話できないってことですか。そうです、そうです。納得できるまで牛蜜時ぐらいに一人でニヤニヤしてパッパッとやってます、うんうん、なんでこうですね。じゃあ料理はこれでもっともっとね、すごい深いんですよこの人。はい、マスターはこうして祖父の福田正幸が、はい、皆さん理解していただければ、はい、ありがとうございます。銀座に来た甲斐があるかなってやつですね。はい、じゃあ今度はですね、あのアーリオリオに近いですね、ボンゴレを奥田さんに作ってもらいます。はい、ボンゴレビアンコですね。はい、そうですこれもさっきと同じようにアーリオリオペペロンチーノを作ります。で、ここでちょっと違うのが、はい、日本のアサリはイタリアのアサリと、イタリアのアサリ時々臭いじゃないですか、市場とか、うん、なので流通がしっかりしてるので、もう水で火入れちゃいます。もう砂抜きもね、ほとんどしたアサリが出回ってますからね、はいはい、でもワインを入れる必要はないっていうふうに思ってて、水で火入れます、うん、でもあの、そうなんですよ。でも日高シェフのところには1週間ぐらい、1週間ぐらいですね、24歳です。3から4にかけて、うん、4ですね。4歳の時に行かせていただきました。はい、あ、ついこの間、あ、この本の出版日はお誕生日で12月5日、はい、4日です。4日、はい、で、何歳になられたの。51歳です。ということは、はい、27年前ですね。そうですね、はい、そうですよね、はい、ということは私も27若かったってことですか。ちょうど鳥年でしょ。はい、鳥年で、あの、一回り違うんですよ。はい、一回り違って、だから36か、はい、はい、で、アクアパッツァまでオープンして3年目ぐらいだったんですかね。はい、はい、あの、奥田シェフの上司の後藤光雄シェフ、うん、彼と私が結構飲み友達で、うん、で、1週間研修行ってこいっていうことで来てたんですよね。はい、で、そこがものすごく厳しかったんで、あの、おおらかで、で、その時のショッキングな出来事は、こう、アジの冷たいフェデリ、アジとフェンネルの、アジとフィノッキオの冷たいフェデリーニってあって、それがこう、2人前、夕方でオーダー開始とともに入ったんですよ。そしたらそこからアジを下ろし始めて、下ろした人が、その時、佐生さんだったんですけど、うん、はい、これでストップって言ったんですよ。すげえ。2人前出て売り切れしていいんだって思ったんですよ。いや、だってあの時24席かなんかちっちゃい店で、はい、いや、満席になって24だから、はい、そんだけ材料いろいろ取らないんですよね、はい、例えばアジなんかにしても5匹とか、そう、まあ、それでメニューを考えるという、それがショッキングで、そのフレンチの人はもう品切れを起こしたら俺たち料理人の恥だみたいな感じでやってたので、その時にいきなり「はい、終わり」って言った時にすごいなと思ったんですよ。すごい、確かに、でもその方がお客さんにはいいよねって、うん、あの、要は新鮮じゃない味を使うんだったら、もうその新鮮な味を使って終わりっていうことが新鮮だったんですよ、すごく、うん、さすがと。でもね、それが覚えて、まあ、ありがたいんですけどねでも、それからですね、後々彼が有名になっていく段階で、あの、挨拶に来てくれたっていう、はい、このストーリーもちょっと後で入れられればいいなと思います。ぜひぜひ、はい、じゃあ、ボンゴレ戻りましょう。はい、はい、でこうなったとこで、今度はやり方が若干変わって、よいしょ、アサリに火が入ります。そしたらパスタを食べます。ちょっと固めで、ね、はい、またちょっと、そうなんです、うん、
でしょっぱいんですが、ここアサリの汁、こっちもちょっと塩味があるのでゆすいで固めで入れます。今の短かったですね、さっきのアリオリより。そうですそうです、うん、まあ、ちょっとこの水分が多いのと、うん、はい、それもあってちょっと短くします。でここでこういうふうにアサリの味を含ませてきます。でよくよく考えると、ここはこの後オイル入れて乳化させるんですが、要はこういう なぜ乳化させるかって考えると、こう塩味がついてないから、まあ、ここにアサリの汁とかこう、まあ、アリオリオペペロンチーノの時にこの味をパスタにくっつけたいので、こうやって乳化させて、味のついた液体を、パスタにくっつかない液体を僕の指がパスタだとするとかでくっつけるんです。なのでそのために乳化させるっていうふうに考えます。なぜこうボンゴレビアンコとか、あのアリオリオペペロンチーノの時、うん、みんなこれ入れるじゃないですか、うんうん、それはなぜ乳化させるかというと、うん、塩味をパスタにつけたいので、うん、そんなにしょっぱくないパスタで茹でて、あとオイルの先のペペロンチーノに混ぜた時にこの塩味をつけたいから茹で汁入れて乳化させる、うんうん、でその塩味の味になったオイルをパスタにまとわりつける、うんうん、でそれだったらじゃあ一番いいのはニンニクと唐辛子の味を水入れると薄くなっちゃうので、うん、しょっぱいパスタにオイルをつければいいっていう考え方がさっき の、うんうん、の考え方なんですよ、はい、で今度、これ全部あれなんですが、これここにパセリ入れます、うん、さっきはオイルに入れたんですが、うん、なぜかというと貝の臭みを消す唯一のハーブがパセリなんですよ、うん、はい、と考えます。であとこうやったらちょうど良くなったので、うん、ここにアンチョビ入れて、このオイルで入れた後にここで乳化させていく。でこの時にパスタとパスタをわざとこうやって90度以上なので、こうやってでんぷんが出てきて、こうやってこすらせてここを乳化させることによって、こうやってパスタの上にアサリとオイルの混じったオイルがくっつくっていう考え方で、ここは、はい、あの工程は違うんですけども、私のボンゴレビアンコのロピアさんのチャンネルでやったもの、やっぱり近いですよね。今度あの全部汁出すんですよね、それ。そうです。少し絡ませるって感じですよね、はい、さっきのペペロンチーノはあまり作らない、うん、これはもう乳化させたいので、まあ、手なんか目を90度以上のソースで和えていく。手を味見します。はい、はい、今度は逆に乳化させたボンゴレビアンコです。ではお味見お願いいたします。ボンゴレビアンコ、私も自信があって、あのロピアさんので、ね、今これ120万回再生。すごいですよね。であれ急上昇ランキングっての出たらしいんですよ。はははは。ただあの固く茹でて、はい、中で和えるっていうことが、はい、普通の人からすると新しい発見だったらしいんですよね。へうん、いや美味しいです。またです。うん、茹で論のさっきのアリオリオペペロンチーノと、はい、まあ、ちょっと違う、はい、ところをもう一回言ってもらえますか。はい、アリオリオペペロンチーノ、同じ、まあ、アリオリオペペロンチーノにアサリが入るとボンゴレビアンコって名前に変わるんですが、アリオリオペペロンチーノの方は、オイルでニンニクと唐辛子が入っているだけなので、実はオイルに塩味が溶けづらいから、みんなは塩味のするゆで湯を入れて乳化させるんです。乳化させてアリオリオペペロンチーノを塩分のところで乳化させて盛るんですが、実はニンニクと唐辛子しか入ってないので、水ゆで水入れるとニンニクと唐辛子の味が水で味が薄まっちゃって、せっかくのニンニクと唐辛子の味を最大限に活かせないので、ただ濃く取ったオイルにしょっぱいパスタをゆすいで入れてパッパって和えて盛ります。
で今度はこっちのボンゴレビアンコの方はアサリの出汁があるので、アサリの出汁の方に硬いパスタを入れて、ちょうどいいアルデンテになったところでアーリオーリオペペロンチーノのオイルを入れて、ここで激しくこう揺すります。そうするとそのこの温度は90度超えてるので、パスタのところの麺がこう開いて、麺の毛穴が開いて、でんぷんが出て激しく揺することによって、とろみがつきながらもオイルとアサリの出汁が混じって乳化するので、アサリの味がパスタに絡みつくっていうところが、同じように見えても違うところで、はい、多分なかなかそれで分かる人少ないと思うんですけども、うん、ぜひ今後、はいはい、興味ある人は読んでみたら面白いですよ、はい、読むだけでも面白いし、光栄です。いろんなね、シェフによって茹で方、仕上げ方違うんですけども、奥田流のものはすごく勉強になりますよね、はい、すいませんというふうにしています。ということで今日は、はい、今回はですね、アリオリオベースの、パスタの2品、ご紹介いただきました。まあ、今日1日で3本取っちゃうんですけども、次回は、はい、仕込みのいらない、今働き方改革で皆さんいろいろ大変だと思うので、うん、仕込みのいらないクリームソースの作り方、要は仕込み時間というか下処理する時間をなるべく少なくして そこに命をかけてたんですが、最近それで僕もいろいろ経営者として大変なので、うん、僕の時代と違うその場で作るとろみのついたクリームソースの作り方です、はい、じゃあ、はい、次回を楽しみに、皆さん一緒にねジョイジョイってやってくれる、はいはい、では次回を楽しみに、ジョイジョイ、ジョイジョイ、ポッキーさん見てね、ジョイジョイジョイ。